アレクサンドル・セルゲイ・エヴィッチ・ゴロビンは、ロシア・ケメロボ州カルタン出身のプロサッカー選手。ロシア代表、リーグアエ a s モナコ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。シベリア連邦管区、ケメロボ州の小都市、カルタン出身。6歳の時に、地元のスポーツクラブでサッカーを始める。2009年、ノボクズネツクのユースチームに加入する。2012年、 クリムスクで開催された大会での活躍により、PFC チェスカモスクワのアカデミーに入団。2015年3月の FC モルドビア、サランスク戦でトップチームデビュー。2018年7月27日、エースモナコと2023年までの5年契約を締結したことが発表された。UEFAU-17 欧州選手権2013ではメンバーの一人として、 優勝を体験。2013FIFAU-17 ワールドカップ UEFAU-19 欧州選手権2015にも参加した。2015年6月のベラルーシ代表戦で A 代表デビュー。さらに初ゴールも上げ4から2の勝利に貢献した。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会では開幕戦サウジアラビア戦で直接 フリーキックによるゴールを決めただけでなく、二つのアシストで開幕戦の勝利を助けた。2018年7月7日現在、ありがとうございます。